こんにちは、吉田さん。今日はですね、あるやつの5年というのをね、紹介したいと思います。あるやつ。そいつはね、なんか麻雀店を経営してたんですよ。他にも飲食店とか20店舗ぐらい、なんか押し付けられて経営したんですけども、全部ね、感染症とかなんとか関係なく潰れました。まあ、無理ですよね。で、残ったのが麻雀店でした。で、2013年までにできた借金がおよそ3000万。認識してるだけでも2800万。よくわかんないのがプラス500万ぐらいあったそうです。で、彼が何をやってもダメだったんですけども、やけくそでですね、情報商材を買って、もうこうなったら詐欺にかかってやれみたいな感じで突っ込んでいたんですよね。2013年。そして最初はできることがなかったんですよ。麻雀店の経営しかやったことがなかったんで、パソコンなんて全然ダメなんで。まあだから、できることをやってみました。それはコメントです。コメントで目立つこと。で、あわよくば、広島市内の近所の人たちがそれをメインにして、麻雀店に来てくれるかもしれない。そんなね、淡い望みを描いていました。当然、誰も来ません。当時のコメントをしてたライブの視聴者さんって20名ぐらいじゃなかったですかね、全国に。全国に20名ぐらいで、たまたま近所に3人4人いて、店が復活する。そんなことはまあ、ないのに、そんなことやってたんですよ。とりあえずコメント書いてました。こんにちは、広島の久保です。こんにちは、広島の久保です。こんにちは、広島の久保です。それから数ヶ月、コメントが変わりました。番組をご覧の皆様、こんにちは。速稼塾の久保です。そうです。セルフバッグ1本をやっただけで、速稼塾なるね、おかしな塾を、情報商材塾を始めたんですよ。それから、彼は3年間、それを続けていきました。下積みのつもりでやってました。3年後、1億円を超える金を手にして、借金を完済、滞納した税金を完済、まだお金があったんで家を買いました。それが2017年に起きたことなんですよね。まあ、ですんで2013年、14年、15年、16年、17年、5年間、ね、あるやつの5年間です。麻雀に明け暮れた日々から一転、借金返して隠居暮らしと。こんなね、ことがね、あなたの目の前で起きたわけですよ。はばかりながら私はね、この YouTube ってのは麻雀店が潰れる直前もやってたんですよ。麻雀店が潰れた当日もやってました。ということで、YouTube が嘘偽りなく当時の状況を克明に表してくれてます。まさかその当時ね、麻雀店潰れましたとか言って、数年後にこうなってるなんて自分自身でも想像してませんでした。まあ想像できないことはなかったと思うんですけども、想像しなかったですね。もうね、目の前のことをやるのでもう精一杯というか、もう高揚感に包まれていて、これはすげえ、いくらでも儲かるじゃねえかって感じでしたね。まあ単価はそんなに高くなかったんですけども、数をこなして、そうですね、1万9800円の商品、これを最も売りましたね。そして徐々にコンテンツが増えていって19万8000円の商品になり、それが今や30万円の商品になりましたね。この商品、途中でチャチャが入れば当然売れなくなってると思いますけども、確かにね、ご満足いただけなかった方はもしかしたらいるかもしれませんけども、おおむね満足度が高くて、未だにこの速稼塾ってものをやっておれます。2017年から完全に街を離れてほぼリモートでやってまいりましたけども、そこからの塾生さんもね、500名以上参加していただいて、今47都道府県ね、47都道府県実際行きましたけど、そして世界14カ国、アメリカ8つの州に塾生さんがいらっしゃると、アフリカ大陸以外には私の生徒さんがいらっしゃるという状態になりました。おかげさまでね、世界中の感染症騒動の時にも、まあ情報がわずかですけども世界中から入ってくることができました。これぞですね、マイメディアですね。自分の塾生さんがメディアになっていろいろ現地のことを教えてくれて、私がそれをまとめて皆さんに放送するというね、こう双方向メディア、ね、これが情報発信の醍醐味じゃないかなと思います。ねえ、麻雀店でわずか1メートル四方の四角の中でポンカンロンチー、これしか言えなかった私ね、2000円勝ちました、3000円負けました、これしか会話に出なかった私が今やこうやって隠居暮らしをさせていただいてね、感慨深いですね、吉谷さんね。もうそのあたりから吉谷さん見てましたからね、私がね、二足三文の時から。で、私が金がないところで金をさらに払わせようと思って、いろんな
セールスレター書いて、私はそれにトンカ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 引っかかって、もう有り金全部クレジットカード2枚使ってね、カード2枚使って最後のキャッシュアウトしたということです。まあでも相対的にただ同然でしたね、あの時の情報商材は。ただ同然。マトリックスアフィリエイトもついでにただ同然。あんなのはもうただ同然。100万で騙されました。オッケーオッケーみたいな感じでね。100万で騙されて多くが稼げるならもう安い買い物だなというところでございますね。ということで、これからもマトリックスアフィリエイトを徹底的に使わせてもらいます。いってらっしゃい。